こんにちは。こんにちは。ジェラードウエスト店長シュウでございます、ウエストスタッフの上村です。よろしくお願いしま す, しします。さて、はい、本日、1月27日ですけどね、はい、明日はいよいよ、そうですね、内見会ですね、はい。まあ、毎度本当にこうありがたいことに、はい、回を回すごとに、来店していただけるお客様も多くなってきておりまして、はい、まあ、毎年こう期待値がどん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 上がってはいますが、そうですね、かなり今年も、ね、気合いの入った商品が、入っているということなので、はい、まあね、お時間あればぜひ見に来ていただきたいなと思うんですけども、うん、まあ本当にたくさんいっぱい今回も肩数が結構多いですよね、またまた多かったと思うので、はい、まああれやこれや、まあいろんなジャンルもあったり、うん、ね、アメリカンなものからヨーロピアンなものまでいろいろあるんですけども、はい、まあかなり今回も期待値大で、皆様あの期待していただければなと思います、はい。28日、うん、で29日、はい、土日ですね、はい、土日になりますが、ここジェラードウエストで、2023、ビートサマーの内見会をやっていきます。はい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 、はい、で、まあね、ウェブの展示会見ていただいたお客様からですね、うん、まあその明けの20日ですね、うんうんうん、あのお電話でご連絡いただきまして。早速ですか？早速です。うーん、まあ丸々の商品販売いつぐらいですかねとか、はい、確かに。あと、まあもう気になる商品ありすぎて困りますわっていうね、お客様の声も確かにね、あったりと、はい、確かに、はい。またこの内見会といえば、まあ毎年ね、まあ恒例になってるかと思うんですけれども、うん、あのまあジェラード秋の定番、うん、寝るシャツですね。まあすごい勢いですね。はい、はい、で、まあ今年もあの4色、うん、あの新色が出ますので、まあ、そちらのお披露目会っていう形にはなるんですけれども、まあ、去年もね、あの4色リリースしたんですけれども、うん、もうで店頭に入ってきたのはもう本当2色まあ2色あったけど、まあ、ギリギリ2色やったな、はい、そうですね。まあそれぐらいちょっともうなんていうんですかね、製品がこう出ました、はい、用意ドンっていう状況にはもう、2色ないとか、うん、っていう状況にありがたいことに、そうですね、なっているのでことに、まあ、まあちょっと今年も寝るシャツはやっぱり期待していただければなと思います、はいはい、注目度の、ね、まあ、高い寝るシャツになってますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、で、まあ、あとまあそれ以外にも、うん、まあ、ツーモンキーズ、はい、やりますね、まあ、新作がねまた出ますので、うん、まあ、そちらの方もちょっと期待したいなっていうところと、はい、まあそれ以外にも内容が、うん、盛りだくさんな、確かに、はい、もうあれやこれやあるからな、そうですね、もう全部、ね、この場で言えないので、うん、っていうところで、はい、まあ、まずは、お時間あれば、うん、1月28、29、はい、ジェラードウエストに来ていただいて、はい、なんていうのかね、今の冬物と、そう、冬物と、最新春物と、はい、最新の春物と、先物の夏物を、そうです、3シーズン見れるということなので、はい、ぜひね、お時間ありましたら、ご来店お待ちしておりますので、はい、よろしくお願いいたします、はい、本日もありがとうございました。ありがとうございました。